はい、久保井城さんの賞はサイズが28センチです。お願いします。はい、こちらの賞は品評会には出すんですけれども、品評会よりどちらかというと、立てて面白くなる、まだまだ未完成な声です。ですけれども、質や体型これを加味しまして、品評会出品を決めました。こういった声の素晴らしさも、模様こそいくらもないんですけれども、こういう声の素晴らしさを、みんなに見てもらおうと、品評会に並びますので、ぜひよく見てみてください。はい、非常にこう基盤は少ないんですが、何とも言えない魅力を感じる賞ですね。そうですね、白地も本当厚みのある鯉ですし、本当墨がもうどっからでも出てきてもおかしくないようにみんな青墨を持っています。頭の方もちょっと分かりづらいかもしれないけど、もう本当に一番欲しいこの小さい点のこの間に黒いラインが入ってます。本当墨の変化を楽しんでみてください。はい、この本もお願いします。いい感じの墨ですね。はい、これはこんな感じです。非常に奇抜な模様をしているので、こう池に泳いでもずっと目に飛び込んでくる鯉ですね。そうですね、もう本当この鯉にの写真でちょっとこうマジックでこうなんとなく出そうな場所をこう描いてみると、すごい面白いろんな想像ができて楽しいと思います。はい、いかがでしょうか。サイズの方が28センチになります。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。